この温泉街のクオリティマジですごいっすね。特にマイデザインがうまく使われてるのがかなりミソになってると思います。あとは竹の配置も素晴らしいですよね。はい、どうも社畜です。本日も島訪問やっていきましょう。で、具体的には僕と秘密の島ということで、めちゃくちゃ個性的な島の名前ですね。で、どうやら和風をモチーフにしている島みたいです。いや、非常に楽しみですね。事前の情報によると大規模な温泉街も作られてるそうです。はい、ということで早速島を見ていきたいと思います。さてさて、まずは右から行きましょうか。おや、レックスが来てる。で、ここなんですが住宅街ですね。おー、和風住宅街だ、すごい。しかもさ、住民の家もしかしてこれ全部和風系の住民で統一した？外観がね、全部和風系なんですよ。すげえ、ここまでこだわってるのか。見て見て、ほらほら、全部和風系なんですよ。これはやばい、これはガチの和風住宅街ですね。そしてゴミ捨て場であったりとか、配置されてる家具であったりとか、生活感が出てるのもまたいいですよね。さっき洗濯物もありましたしね。いやー、素晴らしいですね。これは見て、ほらここで工事現場もあるのか。なるほどね。では次行きましょうか。こちら案内所になってます。レンガと木と花で囲まれてますね。さあ案内所出ましょうか。で次は、お、なんかお祭りやってるみたいですね。今祭りってマイデザインで書いてあった。で、ここは花壇になっていて、で、ビーチがあると、おお、砂浜もがっつりと家具が置かれております。お、スズランだ。さて、こんな感じかな。めちゃくちゃおしゃれですね。こちらガーデニングも楽しむことをできますし、釣りも楽しめるし、バーベキューも楽しめるし、もう何でも楽しめますよね。続いて上の方を道なりに進んでいきましょうか。こちらはお祭りやってるってことはわかるんですが、何やらアンパンマンとミッキーマウスらしきマイデザインがあるんですが、これはちょっとやばそうですね。目がしっかりと黒で隠されております。で、ここら辺は屋台があるのか。で、たぬき商店だ。お、家具もしっかりと配置されてますね。そしてゴミもあることから生活感もにじみ出ております。さて、ちょっとあのマイデザインには触れない方向で行きましょうか。もうさっき触れちゃったけど。で、左ですね。ここは何だろう。お、公園になってる。へえ、自然あふれる公園ですね。なんか今まで見てきた公園とはちょっとね、毛色が違う気がする。今までの公園は遊具ががっつりと置かれてましたが、こちらの公園はどちらかというと自然を大事にしてるのかなと思いましたね。木がいっぱいです。さて、橋を渡っていくと今度は作業スペースに着きました。こういうところも作ってるんですね。で、砂浜には特に何も置いてないと。で、上の方に今果樹園がありましたね。で、左には灯台があります。さあ道なりに進んでいきましょうか。おお、電柱がいっぱいありますね。ここら辺はなんか街って感じがするな。で、これはマイデザインですね。さあ橋を渡っていくと今度は和風エリアに着きました。あ、和風じゃないか、作業着。おお、畑がある、すごい。どうやら畑をマイデザインで作ってるようです。かかしもしっかりとありますね。いやー、素晴らしい再現度、本当に畑みたいじゃない。で、こちら住民の家と、あとは何やら普通に主さんの家かな。これはちょっと後で入ってみましょうか。で、とりあえず上の方に行こうかな。で、こちらにはキャンプ場があり、で、右の方に進んでいくと3段目がありますね。で、ここはお墓があります。ここにお墓か。まあ雰囲気的には合ってますよね。で、こちら池になってるのかな。さあ降りましょうか。
で、右の方に進んでいくと今度は博物館があります。さて、坂を登っていきましょうか。で、こちらまた2段目になったわけですが、何やら大きい池がありそうですね。これめちゃくちゃでかいな。で、道はマイデザインになってます。かなりおしゃれですね。さあ、道なりに進んでいくとどこに着くのか。お、赤い和風の橋だ。おお、何やら作業スペースみたいなところに着きましたね。飯盒炊飯もありました。で、さらに下に行くと今度は温泉街かな。多分スペース的には温泉街じゃないでしょうか。お、やっぱり温泉街だ。来たー、この島の目玉、温泉街です。おお、皇室までしっかりと作られてますね。これはすごい。この温泉街のクオリティマジですごいっすね。特にマイデザインがうまく使われてるのがかなりミソになってると思います。あとは竹の配置も素晴らしいですよね。あとですね、奥に赤い和風の橋が見えると思うんですが、景観的にかなりおしゃれに見えますよね。いやー、めちゃくちゃ綺麗だこの温泉街。自然が溢れてるんだけどごちゃごちゃしてないみたいな。さあ、温泉街はこれで一通り見終わりましたかね。そこまで広くはないんですが、かなりねクオリティは高いと思います。で、右の方に道が続いていたのでこちら降りていきましょうか。で、ここを降りていくと多分和風エリアかな。ここは竹がめちゃくちゃありますね。で、住民の家がここにあると。さあ、竹の道をどんどん進んでいきましょう。で、こちらなんですが、なんか旅館みたいなところに着きましたね。どうやら旅館には行かずに先の方に進むようです。で、ここで行き止まりですね。おー、自然豊かでめちゃくちゃいいね、ここのエリア素晴らしいね。竹もさ、うまい感じに植えられてますよね。位置が非常にいいと思いました。さて、旅館の中に入っていきましょうか。まあ旅館って勝手に決めつけてるけど、多分ね旅館じゃないかな。中はこんな感じになっております。やはり旅館みたいですね。おー、めちゃくちゃ再現されてる。温泉旅行に来た気分になりますよね。で、鍵もちゃんとあるんだ。見て見て、受付もあるし、で、電話もあるし、もう完全にこれ旅館ですね。いやー、これは旅館をねこれから作りたいと思ってる方にはかなり参考になるんではないでしょうか。奥の部屋にやってきました。こちらなんですが、脱衣場になってるみたいです。おお、ロッカーもしっかりと完備されてますね。いや、いかにも脱衣所って感じがするわね。上の方に扇風機があるのもまたいい雰囲気を出しております。てか、今作の扇風機って割と音がするんですね。ブーンって、このね音がまたいいんですよ。右の部屋にやってきました。こちらは温泉になってますね。床の湯気がめちゃくちゃ雰囲気がある。見て、この白い湯気を。いやー、本当に温泉に入りに来た気分になりますよね。すごいな。竹の壁紙もこの部屋にぴったりですよね。左の部屋にやってきました。こちらなんですが、おそらくスタッフルームかなと思います。お面もありますね。で、着替えるとこもあるし、おそらくスタッフルームの可能性が高いですね。さあ、全体はこのような形になっております。地下にやってきました。こちらは、おお、メカニックな部屋に来たな。すごい、壁紙はこれ監視カメラを意識してるんかな。左にはすごいサーバーの数ですね。2階に上がってきました。こちらは劇場になってるみたいですね。なんだかこの部屋めちゃくちゃ広く感じるな。家具の配置がうまいとこんなに広く感じるんだ。めちゃくちゃすごいな。はい、ってことで
旅館を後にして引き続き島を見ていきたいと思います。いや本当にいい眺めですね。ここ癒しの空間だわ。さあここは一本道なのでサクサク戻っていきましょう。でこちら橋がありますね。でこの橋を渡ると先ほど行った住宅街に戻ってきます。でこのまままっすぐ直進するのかな。さてさて戻っていきましょう。家のところまで戻ってきました。この中に入ったらいいのかな。よし入っていきましょう。中はどうなってるのか非常に楽しみなところです。さあ入ってきたぞ。お、なんか物がめっちゃごちゃごちゃしてんな。しかもすべて高級そう。ピアノもあるしね。でトロフィーもあります。一体これさ何ベルぐらいしたんだろう。相当高いよこの部屋。珍しいものもいろいろ置いてますね。でここには兜とか鎧も置いてあるのか。珍しいね。さあ奥の部屋行きましょう。奥の部屋にやってきました。どうやら手前の方にはお客さんを出迎える用のスペースがありますね。で左の方にはデスクがあるので、まあまあ作業部屋かなこれは。2階は未完成みたいなのでカットします。で地下にやってきました。こちらはですねカフェになっております。すごいおしゃれだな。見て見て、食事もできるよこっちでは。すごくうまくできてますね。家具の配置が非常にうまいと思います。ぐるっと見てみましょうか。いやーそれにしても家具の配置が絶妙で無駄が全くないですよね。壁もしっかりと活用されてます。でここにはスープもあるんか。スープ飲みたいわ。はい、ってことで家を全部見終わることができました。これで島も一通り見ることができたかな。あ、以上となりますということなので本日の動画この辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたらぜひこの機会にチャンネル登録をしてこれからも来ていただければ幸いです。あとはですね島訪問も Twitter のリプライで受け付けておりますのでそちらもよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。